ベンドル・ウントルング、または、ベンドルラングは、オーストリアのウィーンに本拠を置く、ピアノメーカーである。ピアノの製造は、中国の協力工場で行われている。ベンドルラングのブランドは、1910年に、二人のオーストリア人、ステファン・ルングとヨハン・ベンドルの協力で、オーストリアのウィーンで始まった。百二十六年には、生産台数が、 累計仙台に達した。ウェンドル・ラングのピアノは中央及び東欧を中心に供給された。三代目のアレクサンダー・ベリツキは1956年に会社を継ぎ楽器生産者共同組合の会長も務めた。各地の博物館にある歴史的に貴重なピアノの修復など生涯をかけたその業績が認められ、ウィーン氏からゴールデンメリット勲章を授与された。 ピアノ製造については1930年頃から減り始め1956年に中断した。1980年に一旦再開したものの4年後にはウィーン工場での製造を終了していた。シュテファン・ルングから4代目にあたるペーター・ベレツキは22歳の時にオーストリアの史上最年少のピアノマイスターになり、1994年に家業を継いだ。彼は 中国の様々なピアノメーカーの技術アドバイザーとして活動した。この関係は2000年に彼の事業パートナーとなったエルネスト・ビターの中国系の妻バイリンを通してもたらされた。上海から近いネーハにあるネーハ海林楽器は初め楽器部品の製造をしていたが2000年頃からピアノの製造を開始していた。社長の陳海林はペーター・ベルツキと出会い、 特別な友人となった。ベレツキとビッター、そしてチン夫妻のパートナーシップによって、2003年に、ウェンドルラングのブランドを持ったピアノの製造が、中国ネーハで新たに開始された。アップライトピアノの生産からスタートし、後にグランドピアノモデルも生産されるようになった。2010年時点での年間製作台数は、約2400台で、オーストリア本社に20名。 海林港ごとには800名の従業員がいるとのことである。ハイルンピアノは中国のピアノメーカーの中でもよく近代化された設備を持つピアノ製造工場である。2010年にはドイツライプツヒで1851年に創業された歴史あるピアノメーカーフォイリッヒを買収した。同時にウェンドルラングのブランド名はその製造専門技能、知識とともに ハイルンピアノに移行し作り続けられている。中国メーカーと欧米ブランドの組み合わせは今日のピアノ業界では一般的なことである。馴染みある欧米のブランド名のピアノを低価格で供給することができるのがその理由である。しかし、それらのブランドはしばしば中国の製造会社によって買い取られ使われているものである。ウェンドルラングの場合は現存する歴史ある。 欧州企業と新しい中国企業との確かな協業であるという点で珍しい例と言える。アップライトピアノのラインナップとして1 2 2ート1 1 5セン1 1 0トルの合計3モデル。グランドピアノのラインナップとしてスティーブン・ポーレロの設計による2 1 8トルモデルのセンチメートル、百六十一 センチメートルの合計3モデルがある。基本はオーソドックスな現代ピアノの設計だが、新しい技術の導入にも積極的である。外部のピアノ技術者との共同開発による新技術として、グランドピアノの第4のペダル、アップライトピアノの高速連打アクション、磁石を利用したアクションなどが公式サイトで紹介されている。 これらのうちハーモニックペダルが2009年に商品化された。ウェンドル・ラングはディーラーモを通して主として欧州、そしてアジアにピアノを供給している。ネーハリン楽器はいくつかの異なるブランド名のピアノを製造している。ハイルンのほか、スタイガーマンプレミアム、そしてウェンドル・ラングである。このことが市場でのハイルンピアノにある。 種の混乱を生じている。ブランド間の際は技術的なもの、そして材料や部品の供給元の違いであるとするが、ハイルンブランドで、ビエンナシリーズと呼ぶ新しいアップライトとグランドのシリーズを出すなど、曖昧になってきている。日本には2001年創立のアサヒピアノが総代理店となって2004年から輸入している。アサヒピアノでは、 規則見立てを終えた状態のピアノを輸入し、まず日本の環境に慣らすためのシーズニングを行った、あと15名の技術者が最終調整して出荷しているという。アサヒピアノの公式サイトに掲載されているラインナップはアップライトで5サイズ、グランドで6サイズと、前日のエンドルラングの公式サイト掲載のラインナップより多くなっている。ラリー・イーアシュレイ・ピアスピアノ、 アトラストエルフスエディション P387 参照、ハイルンピアノの公式サイトのカンパニーのページで、バレッキが社長夫妻の特別なパートナーとして、また8名の外国人技術者の一人として紹介されている P165 のフューリッチの解説参照すでに、フューリッチ USA のサイトには、ニングバプロダクションのラインナップの掲載がある。パツ寄りのものとは異なり、 ソステヌートペダルの逆の機能を持つものである、ハーモニックペダルの公式サイト参照。パートナーのページに、ウェンドルラングが掲載されている。ノに技術については2011年末時点で、商品化されていない。ラリーファイン、アコースティックデジタルピアノバイヤー、P167 参照ピアノ音楽雑誌、ショパン2011名ナン、no. バー328、P15 参照。 ありがとうございます。